ひなです。ゆめかです。ピンクラテ T D 始まるよ。イエーイ。やだよ、すっぴんなんです。はい、ということでね、今日の企画は、ひめゆなのメイク動画。イエーイ。毎日メイクをしていきたいと思います。今はね、下地だけ塗って、普段レッスンとかでやってる時のメイクをやるかな。確かに、ね、本当の毎日感を出して。本当の毎日感。せーの、どうぞ。はい、じゃあ今からやります。まずはこちら、エチュードハウスのビッグカバースティックコンシーラーを塗っていきます。このコンシーラー可愛い。ここのなんか影ができやすいところとかクマができやすいところに塗ります。終わりました。普段レッスンの時はファンデーションは塗らずコンシーラーだけちょってやるだけです。はい、次アイシャドウをやっていきます。りなちゃんが一番こだわってる気がする。アイシャドウ下地とかも塗るじゃん。塗る。はい、まずはマックのクリームカラーベースのハッシュっていうのを塗っていきます。これを塗るとアイシャドウした時に色味がつきやすいので、若干細かいラメ、そうだね、入ってる。これはアイホール全体と、あと涙袋にもちょっと塗った方がいいです。目元にめっちゃ馴染んでる。こんな感じです。分かりにくいけどね、下地だからね、色はあんまないけど、アイシャドウのりが良くなるみたいな。そうです。はい、次がこれです。マックのスモールアイシャドウソフトブラウンっていうのを塗っていきます。これはアイホール全体に塗っていきます。なんかマット、ラメ入ってないね。うん、そう、マットのチョコレ好き。あ、でも色ちょっとついてる。そうです。で、これは残ったやつをちょっと涙袋にもすってやると、涙袋もふっくらして見えるので、めっちゃ可愛い色、ちょっとオレンジっぽいブラウン。そうマックってマットのイメージある、かっこいい感じで。確かにマック好きだよね、ゆなちゃん。結構はい、次はエクストラディメンションアイシャドウのスイートヒートを塗っていきます。なんか砂漠みたいな。砂漠、結構ラメ感が強いですね、これは二重幅に塗っていきます。強めのラメなので軽く塗るだけでいいです、こんな感じです。この2つの組み合わせはどんなメイクでも使うんですよね。はい、じゃあお次がスモールアイシャドウのクラブっていうのを使っていきます。あ、黒の、黒めの茶色みたいな。確かに焦げ茶色みたいな。そう、焦げ茶みたいな。これは目尻の際にササササッってやります。これは大人っぽく決めたい時とかによく使います。こんな感じです。ギャル感もう出てきたよ。あ、出てきてる。うん、アイシャドウを塗ったらアイラインです。アイラインを引きます。ラブライナー。そう、ラブライナー。これ二人羽リメイクの時にひめかちゃんが使ってて、あ、使いやすそうと思ってめっちゃ使いやすい、買ってみました。うん、真似してくれたもん。うん、これはラブライナーの、なんだっけ、これナチュラル、ナチュラル、違うの、なんだっけ、なんかこれわかんないけど、このこういう見た目のやつだよ。このようなやつですね。はい、こんな感じです。アイライン苦手なんですけど、アイラインがめっちゃ綺麗にできた時の嬉しさが半端ない。あー、ほっみたいな。アイラインが楽しすぎて、もうマジでアイライン好きなの。はい、じゃあ次は涙袋を描いていきたいと思います。ダスティング 3D シャドーライナーです。こんな感じに描いて、ちょっとぼかします。クマっぽくなっちゃうしね、濃すぎると。はい、次はエクストラディメンションアイシャドウアナチュラルフラートです。これは涙袋にこうやってサササササって入れていきます。はい、終わりました。次はビューラーをしていきたいと思います。ビューラーは細かくやって少しずつ上げていくのがポイントです。こんな感じです。ありがとう。
こんな感じです。目の大きさがね、ちょっと大きくなるんですよ。確かにね、こうやってパッチリするから。はい、続いてマスカラです。これは不老不死モテマスカラ、ナチュラリーカッコマスカラ、モデインジャパンです。結構強めにつくマスカラでございます。マスカラは根元からすくうって感じです。ビューラーで上げたのがさらに上がる感じ。はい、次下まつげをやります。これでアイメイク終わりです。はい、じゃあ次リップ塗っていきます。リップの前にリップクリームを塗ります。これお母さんからもらったやつ、かわいい、どこのかわかんないんですけど、リップクリームを塗ります。ジルスチュアートリップブロッサムベルベットを塗ります。これめちゃめちゃ好みの色なので湯の赤大好きな色でございます。これ今度買う。リップはポン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 って塗っていきます。で、これを塗った後にこれ、ひめかちゃんから誕生日プレゼントでもらったやつ。これなんかどこで買ったって言ってなんかこのバラのマークがね、かわいいと思って買った。かわいいです。これは真ん中よりこっちの奥の方に塗って深みを出します。グラデーションみたいな。そうですね、このリップブラシでやります。ディオールのリップブラシです。こんな感じです。はい、次にチークを塗っていきます。これはエクストラディメンションスキンフィニッシュのスタークエイターというやつです。これはクリスマス限定のやつで、これも一緒にセットのやつです。こうやって斜めに塗っていきます。あ、キラキラ、かわいい。結構なめ感が強いんで、そんなピンクっていう風にはあんまなんないです。はい、続きましてハイライトを塗っていきます。これは MAC のミネラライズスキンフィニッシュライトスカーペードってやつです。くるくる取って T を描いて、最後スッスッてやって、あとに目の下、この鼻と口の間とあがりになります。あ、結構広範囲ね。結構広範囲、これ塗るだけで透明感とか増しますよってお店の人に言われたんで塗ってます。はい、最後に眉毛を描きます。私濃くなりすぎたり薄かったりしちゃうので、全体のバランス見てから塗るようにしています。エチュードハウスのドローイングハートブローペンシルのダークブラウンを塗っていきます。あ、ちょっと長くなった眉毛。こんな感じです。続きましてエチュードハウスのカラーマイブローマスカラ、これはリッチブラウンっていう色を使ってます。毛流れをこういう風に作ってあげると、ふんわり感を出すためになってます。コーティングしてるようなイメージでやってます。最後に眉毛コームなんですけど、これはダイソーで買いました。やり方は上に毛流れをこう作りながら、こっち側に、この目尻側にこうやって流していってってイメージです。こんな感じです。完成ですか？完成です。かわいい、めっちゃこだわってるからさ、こんな感じです。細かいところまで。でもさ、目がめっちゃ濃いって感じはないから。そうですか、ありがとうございます。上手でした、とても。じゃあ私やっていきたいと思います。楽しみです。ありがとうございます。まずブラシから紹介します。このブラシを使ってるんですけど、100均で爆買いした時にこれも一緒にポンポンポンみたいな感じで入れました。すごい、これ100均なんだ。そうだよ、すごいふわふわ。この2つで200円。アイシャドウ塗っていきます。この3つを使っていくんですけど、この給食パレットが100
均。うん、そう。そういう、ダイソー。売り切ればっかだよ。そう、どの100均行ってもこれ売り切れで、めっちゃ探して、やっと東京で見つけました。うん、で、これがジルスチュアートです。この結構ね、大人な感じの赤。うん、大人こちらがエチュードハウスです。エコちゃんにタンプレでもらいました。塗っていきます。まず、エチュードハウスの赤色を、グラデーションするときは濃い色とか内側から塗るといいって YouTuber さんが言ってたので、この二重幅にこんな感じで結構ラメ感のある赤、うん、なんかマットの赤も可愛いんですけど、ラメをつけることによって結構ゴージャスって感じになるんです。こんな感じです。結構なんか肌に馴染んだ赤です。結構大粒のラメが私は好きです。すごい。はい、こんな感じです。ちょっと赤くなりましたよね。続きましてこれなんですけど、結構なんていうの、マーブルっぽくなってて、薄いとこと濃いとこあるんで、こうやって全体的にくるくるして、めっちゃ取っちゃったんだけど二重幅ちょっとオーバー、こんな感じの結構薄ピンク、薄ピンクです。真ん中らへん、こうやって目があったら黒目の上のこの真ん中の部分に、さっきのよりは結構なんか小粒なラメ、確かに。そう、こんな感じです。今結構これ赤すぎるので、このパレットのこのブラウンですね、こっちでもいいんですけど、結構ラメが今強いので、ラメの少ない濃いブラウンを取って、こんな感じです。どう？綺麗でしょ。次ですね、涙袋を塗ります。これは元イメージモデルのカノンちゃんとコラボした雑誌の付録です。ノンラテ、ピンクラテとイメージモデルのカノンちゃんのコラボです。はい、これを毛先の先っちょの部分に結構取ったら、ほらラメ、あすごいでしょ。ラメ好きだわ。目が綺麗だから、なんか影作っちゃうとすごいボーンってなりそう、ね、そう、クマっぽくなっちゃうの。この辺で焼き用リップを塗って始まって、色付きのリップを塗るぐらいに乾くかなぐらいの、うん、アイラインは2個使いなんですけど、この2つです。こっちはヒロインメイクスムースリキッドアイライナースーパーキープ03番です。こっちは結構黒っぽい茶色みたいな、もうほぼ黒です。でこっちはダブライナーのなんかちょっとブラウン、明るいブラウンみたいな、インラインです。インラインは結構こうやって目を向いて、まつげとまつげの間です、うん、こんな感じです。ちょっとね、目に力が出てきた感じですね。ここから私のアイラインを紹介していきたいと思います。その目頭をスッて、この筆を寝かして寝かしてスッて感じにするんですよ。今度は筆をちょっと立てて、こんな感じです。こっちは私右利きなんで目尻からやります。目尻を寝かして筆を、勢いで目頭まで行ったら筆を立てて、はい、そしたら今度目尻を、目尻もうすぐまつげの際にやるんじゃなくて、ちょっと浮かせるんですよ。こんな感じで、もうちょっと長くして、よし、ぼかします。先端描くのはこれがおすすめ、細いから。すごい、まつげの間とかも細いのがおすすめ。ほら、先端細くなるの、これで綺麗、すごい繊細。よし、こんな感じ、うん、今日は長めに引いてみました。ちょっとアイラインは失敗したんですけど、まつげでごまかしていきたいと思います。まつげを上げるときはかなりこの根元を挟んで上げます。で、上げたらだんだん上げてって、次毛先の方までキュッ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 、こんな感じです。この内側もやって、目尻もこんな感じで、キュッキュッキュッみたいな、細かく何回も小刻みにやっていくのがポイントです。いつも透明のマスカラです。なんで普通のマスカラを使わないかっていうと、まつげを伸ばしたいので、できるだけその目に悪影響なことをしないように、透明のマスカラは伸びないんですけど、上げたまつげを落ちないようにしたり、目元に潤いが出るのと、ちょっとまつげがくっきりするの、わかる？一本一本太く見えるっていうか、この透明のマスカラはまつげ傷まないし、伸ぶ伸びないけど力強くしてくれるからおすすめです。で、次、下まつげは普通の。その前にマスカラ下地は結構白いダマができちゃうと思うんですけど、綿棒とかで取ってあげるといいです。でも私は今日綿棒を忘れたっていうね。まつげ下地塗るといいことってありますか？マスカラが塗りやすくなるし、うん、伸びやすくなる、こんな感じです。
乾かしてる間にチーク塗ります。ジェルスチュアートです。ジェルスチュアートのチークはブラシがついてるんですけど、このブラシでグラデーションで取って塗るみたいな感じなんですけど、私は下半分と上半分別々で使ってて、下は結構明るい感じ、若々しい感じで、上は結構大人っぽいです。私は今日大人っぽい気分なので上を塗ります。で、もうチークはほっとく。で、マスカラを塗ります。マスカラはここで結構取って少なくして下まつげに。ちなみにこのマスカラはケイトです。これケイトです。下まつげ結構がっつりこんな感じになりました。次、リップ、ピンクラテです。これめっちゃいいんですよ。だよね、クレヨンリップいいよね。こんな感じ、ほらめっちゃよくない？めっちゃいいですよね。最後です。あ、最後じゃない、ハイライトです。ハイライトを手に取って、こんな感じ。これしかも100均なんですよ。結構鼻筋がしっかり入れる。ここにやるのあんま好きじゃないので塗りました。そしてこちら 3C のグラウドリップティントです。番号はないです。これめっちゃいいの、マジで。上唇の内側だけにつけて、下までこうやってうまうまして下になじませる。こんな感じです。完成完成。もうリップは本当に必要だよね、うん、はい。結構ね、細かいところまで紹介したので、ハイライトの入れる場所だったりとか、この塗り方、内側だけグラデーションとか、アイシャドウとかも、私たち結構マックとかジルスチャートとかも使ってるけど、100均とかもあったので真似できるんじゃないかなと思います。真似してみてくださいね。もし黒髪がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。